第1セットは25対17でゴールが。第2セットは20まずは今の気持ちを聞かせてください。そうですね、最後2戦、今日しっかり勝ててよかったと思います。サントリーに対して、今シーズン2敗という中で今日初勝利挙げましたね。そうですね、相手は外国人選手がいないんで、でも嬉しいです。ただ第3セット取られて流れが行きかけたかなというようなピンチもありました。そうですね、そこをもうちょっとすんなり勝てるようにしていかないと上位のチームには争えないなと思います。ただ自分たちペース取り戻して勝てたのは大きいんじゃないですか。そうですね、明日もしっかり今日の修正をしっかりして明日も勝ちたいと思います。では改めてその明日への意気込みですが、いよいよ明日がレギュラーシーズンの最終戦となります。明日へ向けて意気込みをお願いいたします。明日、ラストの、僕らは、トーナメントいけないんですけど、しっかり感謝の気持ちを前面にプレーで表したいと思います。ありがとうございます。東レアローズ星野選手でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。